はい、まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えてください。そうですね、ちょっと今日コロさんとここに来る前に練習してたんですけど、ちょっと調子が良すぎて困ってます。もう来る今日まで練習をされていた。そうですね、コロさんと5分3ラウンドスパーしてきました。体力的にはもう全然余裕と。めっちゃ元気です。朝倉香奈選手の印象を改めて教えてください。そうですね、ずっと変わらずレスリングがすごく強くて、あと打撃がすごい綺麗な選手だなっていうような印象です。ありがとうございます。今回の試合、朝倉選手の、ラストマッチということで、かなりそういう話題になってしまってはいるんですけれども、伊沢選手としてはどんな試合内容を展開にしたいと思っているか、ぜひ教えてください。やっぱり打撃の、飛び膝蹴りで KO したいと思います。飛び膝蹴り。はい、それはもう特訓したというか、何かこう誰かから教えてもらったとかなんでしょうか。そうですね、西谷君の得意技を受け継いでやってやろうかなと思います。対戦相手の引退試合の相手、これってどんな風に本人は感じてらっしゃるんですか。前回はすごいなんか気負ってしまっていたんですけど、今回はちょっと自分も試合感覚が結構空いて、やりたいことがたくさんあるので、もうただの自分のための試合だと思っています。おう、もうそういった意味でのこうモチベーションを作るのが難しいみたいな、そういう部分っていうのはあるんでしょうか。いや、もう本当にもう自分のこと、自分の成長しか考えてないので、全く相手とか考えてないので、モチベーション的には今すごい上がっているような状態ですね。一つズバリ戦う理由なんて答えますか。楽しいからですかね。今何が一番楽しいですか。総合、総合格闘技でですか。はい、総合格闘技だと打撃がやっぱりすごい今一番楽しいですね。ああ、なるほど。朝倉選手が先ほど最後の試合ということで、もう腕の一本くれてやるぐらいの気持ちで臨むという話だったんですが、万が一そういう状況になった時に腕を折るぐらいの覚悟でいきますか。そうですね、腕二本折ってやろうかなと思います。ものすごい今すごい充実で自信があるみたいな話なんですけど、ひょっとしたら秒殺もあり得るぐらいの気持ちですか。そうですね、まあ本当どこで決めるか、どんな試合にするかっていうのは試合になってみないと分かんないんですけど、本当に常に一本 KO を取りに行くような気持ちで戦っていきます。ちょっと今回のそのスタンド打撃について伺いたいんですけど、ご自身の特にどの点にこう手応えを感じてますか。構えです。構え、はい、今までと全く違う構えから始まると思うので、そこを楽しみにしてもらえたらなと思います。なるほど、なるほど。先ほどフィニッシュを飛び膝蹴りおっしゃってましたけど、はい、じゃあそのパンチだったり蹴りだったりで立った状態で KO するっていうのもイメージの中に含まれる感じですか。そうですね、何パターンも用意してきているので、打撃で KO も全然あるかなと思います。香奈選手、今回引退試合ということで、はい、あと大会まで2日と迫ってきてしまったんですが、今までの大会と気持ち違うところありますか。そうですね、まあいつも通りなんですけど、なんか全てがやっぱ最後なんで、すごい、なんだろう、全部楽しんでます。では今回の対戦相手、王者の伊沢選手の印象というのを改めて教えてください。そうですね、もう無敗のチャンピオンなんで、圧倒的強さイメージです。では今回ご自身でどんな試合にしたい、どんな試合の展開になるとイメージしているか、ぜひ教えてください。そうですね、まあ本当に今回自分が最後の試合なんで、もう覚悟を持って戦いに行くので、まあバチバチな試合になるんじゃないかなというふうには思います。今までの試合と一番違うことは何ですか。なんかいつもより全てのことをかみしめて今日まで来たなって、そこが一番ですかね。その中で一番思ったことは何でしょう。なんだろう、でもなんか特別に変わったことがやっぱないので、なんか正直実感がまだないっていうか、まあ、そういう部分では直近でこの減量も最後だなと思ってます。なるほど、はい、勝ったら次とはならない。いや、もうでもそれこそ逆に終わりが見えてるんで、頑張れたっていうか、
本当にきついことしたくなかったら多分この試合を選んでないんで、はい、最後がむしゃらにできてよかったなって思ってます。最後の試合ということでもう次を考えなくていいとなるともう腕の一本もくれてやるぐらいの感じですか？そうですね、もう最後なんで本当にどうなってもいいなっていう気持ちでいます。じゃあ最後の試合前のインタビューですが、はい、言い残したことをファンにメッセージなどありましたらぜひあちらのカメラに向かってお願いします。はい、そうですね、今日まで本当にいろんなことがあって、まあね、いいことも悪いこともたくさん経験したんですけど、最後あのたくさんの人に応援してもらえたら嬉しいです。頑張ります。応援お願いします、はい、ありがとうございます。